ュンギュンさせてみフィッシング。ほらほら全然やらないかさせてということでね、おはようございます。おはようございます、ね、とうとうこの日が来ちゃいました。何ですか？2022年2月、にゃんにゃんにゃん、にゃんにゃんにゃん、猫の日じゃない。こちら、乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長にはね、違反として点数2点が付されるという、点数がつくようになっちゃった。あ、罰則は厳しくなった。厳しくなったので、行政処分基準に達すると最大で6ヶ月の免許停止。船長さん、船長の免許で業務ができないわけ。営業できなくなっちゃう。そう、半年は長いね。そうで、それでね、まあ1回で2点減点、うん、で3年以内にまたやると4点になっちゃうわけ。あ、2点をもう一回やっちゃった。それまたやっちゃうと、今度3年以内にね、また3年以内、結構長いやつだから、ちょっと危ない、ね、1回目はね、なんとかなるって言ったって、次何が起きるか分かんないし、うん、仕事のことだからね、そういうわけいかない、うん、ということで、その開始の日が2月1日ね、2022年、うん、2月1日始まってるんだね。そう、そういうわけでね、緊急でちょっと動画撮ってんですが、だからこの朝早いんだ。そう、厳しくなるっていうのは何がっていうと、まあ、ご存知の通り桜マークがついてる、はい、でちょっとね、違う動画でね、この方に膨らまされたんで、今ちょうど桜マーク見てます。これこう膨らんだところのね、これマルキューの、ウエストタイプのラフトジャケットなんですが、ここね、ここの部分桜マークあるんでね、桜マークがついてます。このね、 A タイプっていうタイプ A か、タイプ A って、で桜マーク、これがね、国土交通省で認定された、認められているやつで、こちらのね、小型船舶用の、すべての小型船舶がタイプ A なんで。ああ、じゃあもうすべてなんだ。そう。で、D、F、G ってもう、こんな感じで、ね。うん、なるほど。もう船釣りをするんだったら A タイプ。まあ、そう。船で釣りするんだったら A タイプで。うん、桜マークの A タイプ。そう。そういうことです。まあ当たり前なんだけど、そう、命を守るものだからね。そう、一番僕が言いたいのは、本当に皆さん、船長や皆さんに迷惑かけるだけでもなく、だけじゃなく、自分の、まず自分の命を守るもの。あれ、落水した時にもう死亡率もつけてるつけてないでだいぶ変わってくる、うん、2倍変わるんですよ、こんな感じの。わ、本当は2倍、大きいですね。そう、でかいんだよ。だから もちろんね、命を守るために必ず着用はしてください。てかしないともう乗れないから、ね、義務に。そう、車のシートベルトと同じでしょ。そうそう、うん、あ、分かんなきゃいいやじゃなくてね、膨らもし万が一何かのあれで膨らまなかったら、桜マークじゃなくて、あ、違うタイプで、ね、そうそうそう、船長の完全な責任で死亡事故に下手したらつながっちゃうんで、ぜひともね、本当ちゃんと今確認してください。持ってない方はすぐ買ってください。でマルキューのね、最近新製品も出たんで、説明欄に貼っときますんで。で、あとね、釣りしてました、船でね、うん、まあ、保安庁さんとかが双眼鏡でこうやって見てるんだって。あ、釣りね、見たことあるよ、うんうん、週末なんか結構多くて、見回りでこう船に、そうそうそう、それで見てて、うん、あの船やっぱつけてねえな、桜マークいるなって気づいたら、うん、その場で行かないで港で待って抜き打ちで検査する時あるんだって。ああ、そう、みんなのあれ、そう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 、でそれでいたら点数が、あ、船長の点数が、点数が付されちゃう、付されちゃう。そう、だからそれね、本当ぜひともね、ちゃんと今この動画見てくれた方はね、チェック、そうね、調光じゃしっかりつけて着用してもらって楽しんでもらわないと。そう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 、たまにね、夏なんか多いんだけど、暑いからってちょっと外しちゃったり、あ、いるいる、それもかなりやばいね、それは。
それはね、しっかりもつけといてもらって楽しんでもらわないとダメだね、うん、だから結構忘れる人いいんだよね。トイレで外してそのまま出てきて、あーなんつって。それも気をつけてもらって、そうそうそう、それ見られちゃったら、うん、アウトだからね。まあそんな感じで、まあ内弱についてね、ちょっと真面目に話したけど、うん、大事なこと、そう、大事なことだからね。本当にね、もう桜マーク、絶対桜マークで船乗ってください。で、ね、釣りしてる時止められちゃったらみんなつまんないからね。そうね、うん、他の人もね、釣り行けなくなっちゃうしね。そうで、落ちて何かあっても困るし、うん、やっぱちゃんとした検査ね、してやつ、なんかね、ヨーロッパの基準のやつとかアメリカの基準のやつとかも出てる。あ、そうだけどね、やっぱり日本なんで桜のマークじゃないとダメなんだ。日本の基準に通ったの、そういうことです。で、あのヨーロッパの基準通ってますよって言って、いかにも乗れるような書き方してる、あのインターネットのショッピングのやつがある。あ、ネットショッピングで言ってるらしいんだけど、あ、これは基準通ってますって。それだけどよく見たらヨーロッパの基準、あ、ヨーロッパの基準、そう、だそれはダメだから、そっかそっか、うん、日本の基準に、それはダメだから、あ、なるほど、気をつけてくださいもう桜もか分かんなかったら、もう釣り具屋さんに行って船乗りたいから外ジャケくださいって言えば、これとこれとこれって言ってくれるんで、うん、それで買えばいいね、うん、まあ、そんな感じで、ライフジャケットのお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。チャオチャオ、危ないなチャオチャオ。